SI ドライブのスイッチ SI ドライブとは、富士重工業が開発したドライブアシストシステムである。2006年5月24日、4代目レガシーが D 型になった際に初搭載。それ以降の新型車にも搭載車種が増えている。ステアリング、またはセンターコンソールに設置されたボタンやダイヤルを回す。ことで、エンジンの出力特性の異なる2つもしくは3つの、 モードを使い分けることができる。搭載車種によって変化の度合いが異なっており、車のイメージに合った出力特性となっている。その結果、異なるエンジンキャラクターが1台で楽しめるようになった。以下に各モードの特性を記す。最高出力が下がり、燃費を意識した走りが可能になるモードである。燃費は従来と比べ約10%上昇すると歌っている。 渋滞や市街地走行など要求される力が少ない場面に適している。従来のセッティングをベースに、さらにセッティングを見直したモードであり、燃費は従来と比べ約5%上昇している。高速走行などに適している。スポーツモードに対してアクセルレスポンスが増したモードである。ワインディングロードや追い越しなどに適している。ステアリングのスイッチでも操作が可能である。 なお、エンジン始動直後の水温が低い状態では、選択できない、一部搭載されていない車種が存在する。ありがとうございます。